マヌエル・アルーダダ、カマラ・マヌエル・アルーダダ・カマラは、ブラジルの聖職者、医師、科学者である。ブラジル、パライバ州のパムバルで生まれた。父親は、農夫で、ポルトガル王国で、キリスト教に改修すること強いられた、ユダヤ人の家系である。パライバ州の奥地で生まれ、1783年に、ペルナンブーコ州のゴイアナで学び、ゴイアナのカルメル会のカルセドス修道院で除海された。 その後、弟とさらに学ぶために、ヨーロッパに渡り、1786年にコインブラ大学に入学し、自然科学を学び、卒業後フランス王国のモンペリエ大学で医学を学び博士号を得た。フランス滞在中に、ボルテール・ヤルゾーの思想や、フランス革命の精神に触れ、1793年にブラジルに帰国後、 ブラジルも社会的不公正を強く意識するようになった。ブラジル最初のフリーメイソンの個人ロッジであるアレオパゴスロッジを設立し、多くの地元の知識人を集め、結社コンスピラシー・オブ・スワスーナズを結成した。これは、ブラジルのポルトガル植民地統治からブラジルを解放する初期の運動の一つである。1802年に当局によってロッジは閉鎖され、 中村の一生のうちに独立の達成を見ることはできなかった。ブラジルでは、ゴイアナで暮らし、1794年から1900年の間にかけて、ブラジル北東部の鉱物、植物、動物の一連の調査を行った。ペルナンブーコ州やピアウイ州、パライバ州とセアラー州、マラニョン州を調査し、サンフランシスコ側の流域も探検した。1810年に、 大麻の栽培に代わるブラジルに適した作物に関する、ディサーテイスをソブレアズプランタスドゥブラジルとブラジルに適した庭園に関する、ディースキューソソブレエ、バイタルデイドダインスティチューズオデジョドンの2つの短文を発表した。ペルナンブーコの植物図鑑センチョリアスノの,の出版を企てたが、生前には完成しなかった。植物の分野で31の新種を発見した。 イギリス人の符号でのブラジルの旅行記を書いたヘンリー・コースターの訪問を受け、1816年にコースターの旅行記トラベルズ・イン・ブラジルのアペンディクスにセンチョリアスのタイトルで紹介された。副技科の俗名アーディアに懸命された。パライバ州の動植物園パルケ・ズビタニコ・アルーダ・コマラに名前が付けられた。アルーノダは植物の学名で命名者を示す場合に、 マヌエル・アルーダ・ダカマラを示すのに使われる。ありがとうございます。